優勝戦1号艇石原翼選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ昨日後半はトップ通過をかけた勝負がけ見事2着としまして、ここまでオール2連単の走り、ご自身で振り返っていかがでしょうか。もうできすぎです全部が。はい、しかし船足の裏付けもしっかりありますか。そうですね、乗り心地と船足の裏付けがあってこそなんですけど、はい、しっかり集中してレースできてます。その船足なんですが、今節の特徴というのはいかがでしょうか。伸び寄りでスリットからプレッシャー与えれるレースが今節はできたかなって感じはします。もう理想の仕上がりになっていますか。そうですね、前見日もらった時はここ最近の中でちょっと一番悪かったんですけど、体感はプロペラと、外回り本体やって、昨日の後半はもうだいぶ良かったです。はい、さあそしてスタートも今節平均がコンマ07ということなんですが、いかがでしょう。はい、いや昨日もうちょっと遅いかなと思ったんですけど、ゼロ中盤だったんで、昨日は質のいいのはいけたんですけど、質のいいのを目指してしっかりスタートは入れていきたいと思います。はい、それでは自身2度目の優勝へ向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、優勝できるように精一杯走ります。応援よろしくお願いします。2号艇甲賀龍一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ昨日はラス、予選ラストの1枠での勝負がけ、高橋二郎選手とのトップ争いも制してということで、はい、2日目からすべて2連単の走りなんですが、はい、仕上がりいかがでしょうか。そうですね、伸び中心に良くて、回転さえ合ってれば回り足なんかも全部いいんですけど、はいはい、その2日目からかなりこう良くなっているという感じですか。そうですね、いや初日の後半だけが良くなかっただけで、そこ以外は、あと全部いいんですけど、今日優勝戦向けてというところでは何か調整作業を考えていらっしゃいますか。2日目の11レースがすごくいい状態だったので、はい、その状態に近づけるようにペラ調整をしようかなと思っています。2日目の後半はどのあたりが一番良かったですか。でも全部良かったので、もう伸びもかかりも、はい、出足も、やはり2枠というところ、そのターン回り系統も、はい、そうですね、そこが一番重要なので、伸び寄りのモーターではあるんですけど、そこが、今節の中では一番しっくりきてたのがそこだったので、そのイメージで、はいはい、スタートに関しては今節いかがでしょうか。ちょっとつかみきれてないんですけど、最後ぐらいバシッと全速で気持ちいいのはいいスタート行きたいなと思っています。はい、それでは優勝戦向けて最後に一言お願いします。はい、事故しないように一生懸命頑張ります。3号艇黒崎達也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ昨日予選最終日はどちらもまくって連勝としましたが、振り返っていかがでしたか。ついてました。はい、仕上がりとしてはいかがなんでしょうか。出足は良かったんですけど、ちょっと伸びのところで、若干不安があるなと思いました。ちょっと優勝戦枠にもよって調整考えると言われてましたが、はい、今日どういった調整したいですかね。そうですね、行き足から伸びもちょっとこうさせたいんですけど、なんかすると水面状況が後半変わりそうなので、乗りやすさもちゃんと考えないといけないので、いろいろ乗って考えます。風が強くなることもしっかり想定してということですね。はい、ここまでの、風がちょっと強い時もありましたが、はい、乗り心地っていうのはいかがだったんでしょうか。だんだん良くなってると思います。では大きなことはせずにいけそうですかね。そうですね、プロペラの調整でなんとかしたいですね。はい、さあスタートなんですが、見え方いかがでしょうか。ほぼほぼ感通りです。質のいいスタートはいけてますか。そう、昨日の後半ちょっとダメだったんですけど、あとははい、カンドリです。はい、3枠となりましたが、レースイメージとしてはいかがですか。そうですね、展開つく感じでいきたいと思うんですけど、はい、はい、それでは最後優勝戦向けて一言お願いします。はい、頑張って走るので応援してください。4号艇松尾ひろむ選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今節は新モーターを手に、ショートシリーズここまで3勝を挙げる成績となっていますが、はい、手応えとしてはいかがでしょうか。初日はそのまま乗ってあんま良くなかったんですけど、2日目からペラ叩いて伸びとかはまだ良くなってる感じありますね。優勝戦4枠となりましたが、はい、どういったイメージで調整していきたいですかね。あんまり回り足良さそうじゃないんで、もう伸びになるべく振って、レースは行こうかなとは考えてます。ちょっと攻め切れるような船足にしたい。そうですね、はい、はい、具体的にはプロペラ調整になります、ね、ペラだけで、はい、はい、スタートに関しては今節は見え方いかがでしょうか。
まあ、全速ではいけてるんですけど、ちょっとダッシュはちょっと様子見ながらなっちゃってるんで、まあ、今日はしっかり行きたいです。うん、質のいいスタートいければ十分にチャンスはありそう。はい、はい、ちょっと風も強くなるかという予報もあるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。まあ風は問題ないです。はい、はい、それでは優勝戦向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、優勝できるよう精一杯します。5号艇小野信樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今節は前節初卸しで畑選手が優勝したモーターを手に輸出ということになりましたが、はい、そのモーターの手応えというのはいかがでしょうか。もらった時はちょっと乗りにくいかなと思っていたんですけど、はい、日に日にね、はい、その感じも、はい、まあ、から自分も慣れてきたのもあるだろうし、ええ、はい、まあ、日に日に良くなってる感はありますね。はい、フランシーとしては何か特徴ありますか。伸び切り自体はそうでもないんですけどね、スタートしていくスピードの乗りとかはね、なんか日に日に良くなってるようには感じてます。はい、道中のレース足も良さそうですね。そうですよね、はい、うん、プロペラなんですが、今日何か調整考えてらっしゃいますか。いえ、もうね、一節ここまでね、調整することなく乗れてきたんで、はい、もうね、そのまま行こうとは思ってますけど、はい、はい、また平和島がおよそ5年ぶりの出走、はいね、ということのようなんですが、はい、その水面にももうだいぶ対応できてらっしゃいますかね。そうですね、まあたまたまでしょうけど、はい、いえ、スタートは見事いかがでしょうか。ね、1走目ちょっとドキッとはしたんですけど、まあ2走目からはちょっとね、ちゃんと行けるようには調整してスタートはしてます。うん、しやすさはありますね。あります、はい、あ、はい、まあ、5枠となりましたが、まあ、コースも含めたレースイメージいかがでしょうか。まあベースは枠なりで、あとはね、縦との絡みで自分で攻めるなり間を見つけるなりしてレースはしたいなとは思ってますけど。はい、それでは最後ファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、最後もいいレースできるように頑張ります。応援してください。6号艇は西村勝選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今節は4日間のねショートシリーズなんですが、2日目までオール2連帯の成績としていましたが、仕上がりとしてはいかがでしょうか。そうですね、まあこの成績ですからね、いいと思います。まあ、まだ2節目のモーターなんですが、そのモーター自体の良さというのはありそうですか。そうですね、エンジンに力強いですね。具体的にこうレースの中でどのあたりがいいというのはありますか。まあ、スタートしてから押していく感じですね。ターン周りも押し感はありますか。ありますね。はい、気象条件が変わってもそのあたりというのはしっかり合わせられている感じですか。いや、ちょっと、気温ちょっと昨日は高すぎたかなっていうのはありますけどね。あ、なるほど。今日優勝戦向けてはどういった調整考えてらっしゃいますか。いや、もういつも通り、まあまあ、キープって感じですね。はい、はい、6枠となりましたけれども、コース取りに関してはいかがでしょうか。いや、6コースだと思います。はい、スタートは見え方いかがですか。追い風なんでね、まあ難しいですね。ちょっと強弱もあってというところですかね。そうですね、ちょっと練習が早いんでね、本番ちょっと様子見るともう20近くなるんで、だからもうちょっとスタートしやすく回転上げればいけると思うんですけどね、なんか押し感があってで、トルク感でレースしてるんで、はい、まあ早いのはちょっと難しいですね。あ、なるほど。それではですね、最後に優勝戦向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、6枠ですけど、なんとか3着2着1着まで頑張りたいと思います。